どうも、ありがとうございます。ちょっと今回珍しい遠隔で座って撮影させてもらってるんですが、TikTok って皆さんご存知ですか？まあ、アプリ入ってる方もね、いらっしゃると思うんですけど、私、昔ネタでね、一回だけ TikTok を撮ったことがあるんですけど、撮った後に即アプリを消しまして、普段全く見てないんですよ。見たことがないんですね、ほとんど。で、なんか、視聴者の方から連絡が来て、TikTok でプチバズりしてますよと。なるということで、前ね、ちょっとチェックさせてもらったんですけど、だからコメント欄とかもすごい盛り上がってるっていうことなので、一回見てみてくださいってなったんで、まあ、せっかくならちょっと動画でね、皆さんと見ていこうかなということで、TikTok を見ていこうかと。おやす！それではスマホの画面ね、ちょっと映して見ていきたいと思います。行きましょう！よっ。前見たとき、この知らなくて、ユーリさんなんですよね。今ドライフラワーですごい人気の。で、これ、すごいのがさ、右下にハートマークあるじゃないですか。これなんかお気に入り、なんか高評価みたいな感じらしいんですけど、244.3K。1K1000 なんで、そう、24万っていう。これ自分も自分で見るの恥ずかしいんですよ。っていう感じらしいんですよね。まあ高評価24万って言ったら、俺本家の私取ったことないですけどね。今までの累計足せばいくと思いますけど、もちろん。いやー、すごいですね。で、前回は、これ見て、あ、すごいなって。で、多分前見た時、本当これ12月30日に多分投稿されてるんですけど、1月の中頃だったのかな。こんなに全然多くなくて、まだ当時は。で、今、コメントが3473件来てて、なんか、すごいね、皆さんが、なんだろう、いいコメントが多いですよって言ってくれたんで、ちょっと見ていきたいと思います。よっしょ。すごい。あ、キューピッドさんが、この人の授業本当にわかりやすいし、短くまとまってるから、学校の授業長い時間聞いてるより、絶対この人の授業の方がいい。ありがとうございます。すごいね。これコメントにも高評価あるから 42.5K、42.5K、42000高評価なのか。私より飛びますね。すごい。とある男が授業してみただよ。ああ、そうそう、これらしい。とある男が授業してみただって、尾が抜けてるらしいんですけど、してきてくれた人間さんもありがとうなんだけど、気にしなくていいですよ。はい。半分以上の方が尾を抜けて覚えてますんで。気にしてないから、大丈夫ですよ。友達とかライバルに知られたくない YouTuber ランキング1位やったぜ。1位だって。嬉しいっすね。大丈夫って言われるだけで投げてくるマッキー。まあまあ、それでもさ、そう響いたってことは嬉しいよね。嬉しい。55分の授業に10分の YouTube。まあそこはね、住み分けしなきゃいけないから、比べていいものではないんですけど、でもお褒めの言葉ありがとうございます。本当にわかりやすいし、こんなに素晴らしい授業が無料で見られるのも感謝しかない。しかもちょっと、短期治療さえ似てない。やめなさい。読んじゃった。この人ガチでわかりやすいから、おぬぬめ。あ、第一志望。あー、これ投稿者のことじゃん。だよね、ウオさん、投稿者って書いてある。私事ですが、第一志望の声合格したって。おめでとうございます。2月6日。先週から今撮ってるの18だから、先々週か。あー、おめでとうございます。見てるから、おめでとう。ああ、そうなんだね。すごい、よかったよかった。そっかそっか、中3生の方だったんだね。いやー、これはにやけるわ。いやー、嬉しいね。広めないで頭いい人増えちゃう。そんなことはないけれども。ああ、嬉しいっすね。あ、これ落ち込んだら、ここ見に来ようかな、こういうコメント欄。あ、ほんと、ウオさんって読み方合ってるかな、違ったらごめんなさいなんですけど、ありがとうございます。素敵なね、動画を作ってくださって、あとコメントね、してくださった皆さんも、本当にありがとうございます。見てたっていうね、高校受験の時に見てたとか今出てるんですけど、まあ、このコメント欄はね、今これしか見てないけど、他の動画とかでも、だから情熱大陸ね、出てきた時とかは、以前見てたとか、昔のことを思い出して、懐かしいって言ってくださった方が多くて、いや、そういうのはやっぱ嬉しいなって思います。やっぱ教育携わってて、まあ教師ではないですけど、やっぱり塾講師やってる時とかも、子供たちの成長を見れて、こう、もちろんいつかは終わりが来るじゃん。教える時間は終わりが来るんだけれども、
何かこう特別つながってるわけではないんですが、何かのきっかけでふとその頃のこと、自分のことを含めその当時のご自身のこととかをなんか思い出してくれるのって、俺はその教育の醍醐味というかすごいいいとこだなと思ってるから、教師ではないですけど、なんかそういった思いをさせてくださってね、本当ありがとうございます。あー、これはすごいね、これは元気出るわありがとうございます。ハイチさんの動画を 1.25 倍で見たらマジでいいよ、ほんとその通り、 1.5 倍もおすすめよ当倍でね、1倍で全然いいんですけど、急いでる方とか 1.25 とか 1.5 倍試したことない方、試したことない方、ぜひやってみてください。ちょっとシュシュずれちゃいますけど、自分の動画はそんな早くして、まあ、喋ってるのもあるけど 1.5 倍速ぐらい前だったら聞き取れるはずなので、ぜひぜひ、その方が時間短縮できるからね、うまく使ってください。はい、ということでね、教えてくださった方も本当にありがとうございました。まあ、これを機に TikTok を始めるということはないんですけれど、自分は。まあなんか、またね、こういうのがあったら教えてください。自分気づかないで、インスタとかもやってないから気づかないんでね、なんか、幸せな気分になれる場所があったら、飛んでいきますので、これからもよろしくお願いします。ということで、本当にね、こんな動画でしたが、お付き合いいただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃ、またね。Bye-bye.